はい、こちらタピオンなんですけども、特徴的な必殺技としましては、まあ、剣を使って攻撃する技が多いんですけども、はい、一つ勇者の笛という技がございまして、はい、笛を吹いていると仲間の能力をアップさせるという効果があります。まあ、これもゼノマス使ったら珍しいサポート技なんで、まあ、例えば6人協力クエストとかで、まあ、5人が笛を吹いて1人をめちゃくちゃ強くするとか、そういった遊び方ができるキャラクターになっております。勇者の剣いいですね。剣かっこいいですね。勇者の剣いいですね。次13号なんですけども、こちら、あ、今攻撃やばい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 、こちらも相手の打撃攻撃を避けるデータインプットという技なんですけども、こちらを使って、まあ、13号は立ち回っていって、もう強いですか。これ完全に再現してますよね、原作を。そうですね、映画の再現すごいこだわっておりまして、究極技なんですけども、このデッドリーボンバーという、はい、技、追加いたしました。でも映画でやっていたような逃げて追いかけ